は大人の顔をしてるだろう。その腕を抱き寄せて、その肩を抱きしめて、ありふれた幸せに持ち込めればいいのだけれど、今日も一日が過ぎてゆく。制限時間がありまして、もたもたしてるとすぐに、お殿さんもお時間ですって出されてたんで、喋んないで逃げるとね。花花として咲かせてあげたい。涙が
そうよ。泣きなさい、笑いなさい。いつの日か、いついつまでも花をつかもうよ。Yeah.
風の中で紛れ
ちおとめの2人でした。もう一度大きな拍手をお願いします。